ターに入る、ここは重要でしょう。レフトで待っている、助走をつけて、レッドに近いぞ。ストレート、スパイクを当てます。2番の上塚、上田、八王子戦、そして木村へ、木村、クロス、速攻、ブロック、つなぐ、上塚の軽く打った、ナイスレシーブ、ナイスレシーブ、3番の千葉、そして木村、見事、よく打った、よく打ち切りました。向こうから落とすというのは、ね、非常に難しいんですよね、後ろから後ろからボールが来ましたからね、はい、自分の後ろから上がってくるようなボールですね、はい、しかも打つ前に相手も見なくちゃいけないということで、非常に難しいコースです。速攻です、はい、リーピック3番の落合、あれだけ苦労した長期戦がサーブ権を取っても本当に一発で、ね、取られてしまう。もうあの今スパイクを決めた落合選手もね、はい、サーブがだんだん弱くなってますから、もうしっかり自信を取り戻しますよ。なるほど、速攻を使わないで、ね、キャストオープン木村、まあでも木村がこうやって打ってサイドアウトを繰り返しました。また木村がね、後ろに下がってしまいます。まあ、こうしてサイドアウトを取ってもいくらいいスパイクを決めてもただのサーブ権ですからね、はい、次ですよ。ここで手を取ることができるか、ドリブルがちょっと落ちすぎました。セッターの高倉のドリブルがありまして、ようやく